ジョーズには、1978年のアメリカ映画、ジョーズの続編。スティーブン・スピルバーグが監督を辞退し、恐怖映画で実績のあった一人目の監督、ジョン・ D ・ハンコックが解雇された後、ヤノット・シュワルズが監督として迎えられる。1978年当時、続編としては最高の興行収入を記録し、20年以上にわたって、 全米工業収入の上位25位に残った。アメリカにて再リリースされた DVD では転覆したヘリコプターの操縦士にサメが襲いかかる海中のシーンやブロディの身体を市長たちが討議するシーンの一部が本編からカットされ特典映像という扱いとなっている。前作からは主人公の妻エレニに役のロレイン・ゲーリーと音楽担当のジョン・ウィリアムズが続投している。 前作から3年後のアミティ。サメとの戦いの末に沈没したオルカ号を探索していたダイバーが謎の失踪を遂げたことを皮切りに不審な事件が相次ぐ。マーティン・ブロディ保安官は失踪事件が再び現れたホージロザメによるものだと地元の政治家に説明するが小魚の群れをサメと勘違いし海水浴客たちを逃がすためにと発砲する失態を犯す。 まもなく、ダイバーが残したカメラが回収され、現像したフィルムには、サメらしき影が映っていた。自らの不安に確信を持つブロディだが、意見は、受け入れられず、警察署を解雇される。一方、ブロディの息子マイクとその友人たちは、ブロディの生死を無視して、ヨットで起きへ出る。そこに、とうとう巨大なホウジロザメが姿を現した。彼らを追ったブロディは恐怖心をかなぐり捨て、 一人で、サメに立ち向かう。撮影に使われたサメの模型には、ブルースという愛称が付けられた。前作のものに比べ精密に作られている。ありがとうございます。